わらわらわら、しがみのゲットなり、こんにちは。今回久しぶりに、超越ウィッチ、使っていこうかなと思います。失礼。まあ、アンリミテッドの、環境なんですけども、ちょっと超越を久しぶりに、使っていこうかなと思います。さあ、一戦目の対戦相手は、優勝やねえ。いやあ、ルズやばね。戦後を取っていく。まあ、ちょっと今日は、まあ、勝とうが負けようが、もう、なんていうか、もう、編集カットなしでもいいぐらいなんやけど、まあ、ちょっとこんな感じでいくわ。先行やしたの、こんな感じでいくわ。もう、ありのままの自分を見せていくわ。その、ありと、ありのままの自分のランクマッチ潜ってる姿を見せます。はーい。この引きの強さ、うん、あの、引きの強さも、あの、実力に含まれるんで、てか、これ強すぎだろ。ルーニンに関しては出しただけで、手札加えるカードやから、これ別に先行で4個スルーに置くっていう動きは全然弱くないからな。これがマーリンとかだとまた微妙になってくるんですけども、次のターンガーディアの連星出して4個スルーに出すっていう、めちゃくちゃ強い動きできたな、これ。よーそれ、ようなこともしてくるんだー、へんにゃーあいてがなんか、あれ、あいてけ、絡みつく鎖、あれとか言ってくると、ちょっと、小賢しい。小賢しいな。ただ、1点しか食らわない。別に、それは別に問題なくて、ウィンのプラスティングを、ゆでいこう !1 点ぐらいどうでもいいか。こっちはもう導きの予言でいいわ。話しましょう。話しましょう。話しましょう。YouTube やんな。アンガールズまあ相手アグロ寄りのデッキで組んでるのかな、もしくはなんかバンピラホメットもこら悔しいね、えんがユリウスマルフォイもう一枚、ただこれユリウス2枚破壊しないとちょっとめんどくさいな。あ、これもし、あーで盤面取る感じか、しかもなんでそっち進化っていうの、あーでもうまいか、うまいな、やり方がうまいな、こら悔しいね、えんが4-1 と3、あ、レビー引いていく、レビー引いていくのは悪くはない動きではあるが、これ1点しかならないんで、これ、出すしかないよな、これ。だまあ、レビー来たのは全然 OK。これ2点食らうけど、その分の、盤面すべてを除けるっていうメリットがあるんで。あはははは、YouTube で、我が頃思い出そう。見せてあげるからね。ハンガールズこの盤面除去力、まあ、これが超越ウィッチのまあ醍醐味で、しかも運命の導きもちゃんと来てるんで、ドロスも問題ないと、で、あとも超越された1枚も簡単と、このデッキ、ギガンドキマイラとか、無面の魔女とか、本当にもう、ルーニーとか、強いレジェンドカードがたくさん入ってるんで、まあ、どんな盤面、悠長なことしてくんで、だってもちろん顔いくよな、でも、悠長。それにはここが限界じゃの。悠長なことしてくんな、もうこっちはどん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 スペルブーストをしていくだけの話なんで、バンバンスペルブーストをしていく、ありでりよ、ありでさりで、はい。まあ超越に関してはまあ慣れだと思うんですけども、まあ実力が伴ってくると楽しくなってくるよな、やっぱり、うん、ある程度の悠長相手がなんか弱、7点も食らったぞ、大丈夫か、目覚めなさい、恐怖を知りなさい、我が衝動に優柔やね、知恵の光引いていく、ただここはレビーをシンが使いたいな、わしは死なないな、打ちたいな、若いから思い出すわ、ハンガールズで、まあ、知恵の光打つやろ、あ、マジックコール来たの大きいな、でもここ盤面取りつ全部見せてあげるからね、またちぎりましょう、まあマジックコールでやろう、ここもうアグロで11点与えようと思ったら、まだ2点2ターンぐらい絶対必要になってくると、まあエメラとか来たら、まあ、ちょっとやるなって感じだけど、まあさすがにちょっと回復してる暇なんかないから、だから超越の前ではこういうデッキっていうのは本当に無力というか、本当に無力やと思うわ、本当に情けない、うん、悠長あ、でもコーンをいくる可能性があるから、次のターンぐらいに超越を打ちたいが、急個性がこれ、あ、無面の魔女引いたか、だから無面の魔女引いたけどあまり意味がない、あれこれ超越打てるんじゃないの、これ打てるくない、これ導きの予言打つやん、あ、打てるわこれ超越
見ました、これ私のこれ、はい、私のこれプレイングをしっかり見てください。こんな感じで、まあダブル超越で勝つみたいな感じかなっていう感じで、本当に、まあ超越は本当に楽しい、うん、慣れてくると本当に楽しい出来だと思うわ。はい、はい、超越むしろ快感やな。ちょっとこっから編集カットなしでいくか。最初のとこだけちょっとカットするけど、ね、しっかり勝っていく。で、編集カットなしなんで、もちろん負けることもあるけど、宣言するわ。これ負けることはないです。はい。上級者が超越を使ったら、まあ、勝率っていうのは9割ぐらいあるんで、まあ、負けたらそのうちの1割みたいな。YouTuber だー。最近、ナルトっていうアニメあるんですけど、ナルトっていうアニメ知ってます？ラーメンのナルトじゃなくて、ラーメン、アニメのナルトっていうアニメがあるんですけど、それ、あ、ダウンブレイク、ナウトブレイクの優勝者か。小賢しいな。そのアニメがあるんですけど、なんか YouTube で、こう、いらんとこだけこうカットしてて、すごい見やすくなってるナルトのアニメあるんだけど、そればっか見てるわ、なんか最近。いや、面白いな。で、最近見たのだと、ウチハ・マダラがなんか出てきて、かぐやまで行くとこまで見たんやけど、もうあれだけでも2時間ぐらいずっと見てたわ。別に漫画で見たことないけど、ウチハ・マダラってやっぱ強いな、とか。で、ほんとに直近の話だと、ガーラ VS キミマロとか、ロックリー VS ガーラとかな、あの辺見てるわ。いや、マジで、ナルトって面白いな。作画もそうだけど、本当に面白いわ。なんか、ずっと見てられるもん、ナルトのアニメ。もちろんその話とかじゃなくて、コーザー詳しいね。本気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 もう虹の輝きばっかいらねえよ。いらねえよ、ボスあんで次のターンルーニー出すのもあるやけど、まあ、もう、コーザー悔しいちょっと待って、本気2回目手札を戻すのってなんか地味にじわるんだけど、ここルーニー出すのもいいんやけど、無面の魔女があるから、滅亡のゲームも考えて、ここ1回戻すのが強そうな動きのような気がするな。いや、ルーニー出すのもありなんやけどな。本気いや、ルーに行くがもったいないもんな。ここ、滅亡の予言って札加えてみるか。なんか、ぶっちゃけ滅亡の予言で良さそうな気がする。アーサーが来た時怖いから、ノアフレアは絶対使わないようにしていきたい。で、キマエラはある程度相手が7コスになる前に、コストをこっちも、もう、こうしたくしいことしてくんなぁ。おー、やらすねぇ。5-4 って強いな。5-4 はさすがにちょっと残しておけないというか、ウィンドブラストとかノアフレアも効かないもんな。本当に小賢しいことしてくんな。戻す。なんかレビ楽しいな。しかもちょうど5-4っていうな。マジックオールだ。一番欲しかったカード。レビーより多分一番強く欲しいカード。もう強すぎて、なんか、ろれつが回らなくなってきた。どんな敵でもやっぱ超越で対応できるのかな。やっぱアニメ最強は超越なのかな。まあ、プレイングが上手すぎるっていうのもあるけどな。一切プレイ見ないからな。まあ、プロのプレイング。ホーリーナイトビア3連続虹の輝きで戻すっていう、ちょっと、相手にとってめちゃくちゃ腹の立つ動きしていくわ。これで。すげえ腹立ってるだろうな。ゴーレムアサルトやろ。ウィンドブラスターちょっと打てないかな。あ、でもこれって光線時か。光線時は小高しいで打つしかないよ、これ。光線時ってことは、こっちが攻撃した時も、ガーディアンゴーム消えちゃうんで、さすがにそれは弱すぎるからな。まあ、新学園残してるから、まあ、キマイラとかで、まあ、並べて、滅亡の予言がもう窮屈になってるんで、やっぱ、あらゆる手段で勝てる。まず、滅亡の予言で勝つ手段、ギガントキマイラで勝つ手段、それから超越で勝つ手段、無謀の魔女で勝つ手段。全部で4つも勝ち筋があるからな、これめちゃくちゃ強いと思うわ。あ、失礼。さあ、6個差どう来るか。6個差どう来るか。次のターンは、龍か。で、ここで多分アーサー確定サーチ、もしくはお船さんが来ると思うんですけど、お船さんが死刑が、毎ターンホーリーナイトベア出して、ついに進化を無駄に使ってきたぞ、相手。可愛らしすぎて、ワロだ。
死後置くか、ここ一回。うん、な、置くな。だから、ガーディアンの錬成置くやろ、ゴーレムアサルト置くやろ、で、導きの予言を使うやろ。あ、ギガントキマラ来ちゃった。本気本気やな、本気。変気決まり一枚置きまーす。死んだけは使う必要ないの。ここはターンを使用するだけで相手の番目取っていく。うわ次のターンに滅亡の予言を置いて、相手にさらなるストレスを与えていく。無毛の魔女に新眼鏡使うのはし、ギガントキマラで勝つ手段もあるからな。ありとあらゆる手段で勝つことができる。これこそ無敵を超える強さ。あ、これランサー確定やな。3人になるってことは、ランサーをドツ撃させて、あ、いやいや、ゆうちょゆうちょ、はいね。ノアフレアで突破できるんで、ノアフレアプラス次のターン、メゾノムの件で終わりやな、すべてが。あー、ゆうちょなことしてくんなー。はい、さよなら。見ろ、人がゴミのようだ。川でもよかったかもしれんな、今の。うん。でもまあ、いいっすわ。はい。相手のライフはあと3、ね、3ターンが命なんで、わずか3ターンあれば相手は終わる。あやさん、プレミアプレミア初めて見たぞ。あやさんプレミア初めて見た。あー、優勝な子だ。あれこれ、無面の魔女で増殖することによってこれさ、10回スペルトでキマイラが4体出てくるよ。お、強くねこれ。待って、これ。こう出すやん。強すぎやろ、このデッキ。むしろなんか、闇ですね。私のものさ、強。強。やりたい放題やん、こんなん。超越ギター、ギガントキマイラ17点。これが新形態の超越位置か。やりたい放題やな、これ。ぐいぞ、これ。ついよ、これはちょっとえぐ。これが気持ちいいな。なんか超越でも相手多分これ気持ちよくやられたんじゃないかな、今の試合に関しては。なんか普通超越位置相手する時ってこう、なんか通信切るかリタイアをして一気にもうやりたくないって感じだけど、相手はわざとリタイアしてなんか決めさせに行くっていう。だから相手の心情的には、今心理学の話なんですけど、心情的には別にそんな苦痛じゃなかったとか、むしろ快感みたいな、快楽の道へ進んでいたんじゃないか。今のやつは多分な、尊敬してたよな。私のプレイングを尊敬してた。まあまあ、それはまあ、わかるけどな。上手すぎて尊敬するのは。何かしら来るもんな。なんか決め手なるカードが。ギガキマか超越か無言の魔女か、ルーニーが来たら勝ちやから、ほぼほぼ毎回マリガンでそういうのが手札加えられても、ドラゴンなんて優勝銀行やから、当たるローエの髭そっとくわ。まさかこんな強いと思わんかったな。アンリミだか、こういうデッキをな、使うべきだったな。アンリミの今回のドームブレイクナイトエッジのな。ちょっと悠長すぎたかもしれない。早くしろ、おかしいな。悠長やな。ちょっと待って。嘘やろ、ちょっと待って。応答待ちとかやめてくれよ、マジで。あれ、なんか買っちゃったんだけど、多分これ編集でカットしてると思うわ。あ、で、ちょっと編集カットするって言ったけど、ちょっと、まあ、続きを見せるっていうことで、まあ、3連勝してるやろ。これな、編集でカットするのな、なんか、いいとこだけ撮ってる感みたいなのが出ちゃうから、とりあえずちょっとまた続きでやっていくわ、極力ちょっと今回は実力を見せるっていう動画やから、ぶっちゃけ本気出したら10連勝も余裕、ホーブドラゴンとかナッツ。キューコスアミレットがフォロワー確定時期のやつやったっけ。全然最近見ないな。悠長やね。パパ、ママ、ルナのお友達になるからね。ハンギ。さあ、しかもさっきの試合なんかローエの試合手札良かったのにな。うわ、これはちょっと小高しいな。精神統一でもネクロやからな。いたって悠長だと思うんだよな。で、今ウィッチの欲しいカードって、まあ、超越ウィッチでやっぱカバーできない。
消滅カード、消滅、あー来ちゃったかこれな、消滅カードが欲しいな。アンギー、アンギー、カザカシーだアンギー、ここゴーレムアサルトで、でもしフォロワー置いてくるんだったらガーディアンローゴレムの連成、もしくはウィンドブラストで盤面を処理していく、もしくは相手が悠長であれば精神統一とかやけど、盤面置いてくんかな、あ、悠長なことしてくんな、そういう悠長なしてくることをしてくる相手だったら精神統一でいいわ、結構強気にいっていいと思います。この駅に関してはアリデザルでエクサイディア2点食らうことを惜しむよりも、手札をしっかり整えて戦っていく、そのことの方が悠長ね、悠長です。こだかしいな、はい、進化圏が戻っていくか。さあここはマジック、フライを浮いてマジックオールを進化使って盤面を処理していく。見てますこれ、これね、これが私の真の実力のプレイング。まさになんか、なる一つですら微動だにすら、プレミがない、だから見てて安心するというか、こんなに安定してる、なんていうんだろうな、プリウスに乗ってる感じ、だから車にプリウスっていう車あるんですけど、そのプリウスに乗ってるのと同じ安定感、一切音も静かいし、一切、思うこともない、あ、ゆうちょもうゴミみたいなプレイングしてくんな、あこれも続けるにはあるのかな、これもう勝ち確定みたいな感じになってるけど大丈夫かこれ。まあこんな感じで終わらしとくか、あプレミした、だから虹の輝き3万いらないって、いやこれ絶対で勝てないからな、勝ち筋がないんで、もうまあ今の精神統一はプレミと見せかけて実はプレミじゃないんだよな。そう、理由として次の引くカードがどうせいらないカードが引けるっていう、あの次の引くカードが分かってるんで、じゃあ次の引くカード何か教えたろうか。次引くカードはマジック、フライ、あ、うん、一番いらんわ、今の一番いらないカードだから、だからあれはいいんだよ、まあでこれ戻していいな、うん、俺に手を出そうてかはい、進化使えません。ここ別に相手が何を盤面取ってこようか何をしようか決まらず終わりなんで、ゼロコス盤面進化残ってるしな。でギガンドキマイナーの点数がもう20点以上になれば勝ちなんで、まあこれほぼ勝ち、はい、鎧も悠長、もうこれ続ける意味ないんちゃうこれ、うん、これ以上、うん、これ以上戦う意味ある、これ以上、うん、むしろ相手が、いやもう意味がないと思うんだよな、なんだろうこの絶対的な安定感、そして強さ、絶対的な強さ、微妙なんだよな俺、ね、ヘクターを置こうとしてるのが見え見えというか、もっとやるんだったらもっとひっそりとやるべきなんだけどな。はい、もう戻ってもらうやろ、もうやりたい放題っすわこんなんなってくると。ここまで来ると本当にやりたい方、あ、しかも月と太陽消えていくっていうのはワロダ銀行やな。我の復活の威厳の体最高。はい、さよならさよなら、はい、さよならよ。盤面だけで勝ってるんじゃんこれ。何度で44が3体並ぶ頃盤面セロ突破するのが厳しそうな予感もするな。ただアンリミだったらネフデス来る可能性もあるし、まあネフデス来たとしても今更なんだよな、結局ギガ的マイラの前では無力なんで。踊れ魂、あ、優勝やったで、モルデアスカリーかな。あれ、モルディカいないぞ、相手。ちょっと待って。モルディカいなくて草生えたんだけど。我の復活を望んだか。嘘やろ、モルディカいないの、あ、よくわかんねえな。ネフデスネクロにモルディカ入れてないデッキなんてあんのやな。まあちょっとなんか参考人がいらないカード入れすぎっていうところがちょっとあだとなった感じやな。まあ、それはもう、ゆうちょ銀行の汁なんで。あ、ウィンドブラストね。ばっくり食らってんじゃん。私は光屋へ道となる、はい、はい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 、次のターンギガンドキマイナー終わりっすよ。20点、ちょうど20点ばっこりダメージ当たって終わりの感じになるかな。
強これもうなんか超越率に消滅カード入ったらなんか西の輝きとかちょっと そろそろスタンダーパック時代のカードがあるからこの知恵の光とか西の輝きとか負の嵐優勝なことしてくんだ私は貴様に終わりを告げよう急ぎやろよろめくねデーモンイーターやろ酒戻したあ笑えることをしてくるな。ただこれ20点のリーサが見えないんで、もうちょっと遊ぶ感じかな。まあまあまあ、ほぼ勝ちなんだけどな。知恵の光、知恵の光行く。わしは知らない魔法使いじゃよー。我が心を思い出すな。知恵の光、運命の導きの予言。2点回復しながらルーニーを出していく。25点か。まあ、ほぼ勝ちだろうな、これ。強すぎだろう。いざ。で、しかも、モルディカ持ってたんや。勝負はここからだ。デーモンイーテイングを出していく。さあ、合計点数が27点。27点ということは、ギガントキマエラとルーニーで終わりを見せるぞ。はい、さよなら。はい、対戦ありがとうございます。はい、さようなら。いざ、人の勝利、勝負はここからだ。いやー、うまいっすね、これ。うん。ちょ、最後一戦だけやってみようかな。まあ、やろうと思えば10連勝も20連勝も30連勝も40連勝もできるんですけど、まあ、そんなことやっても日が暮れちゃうんで、はい。やっぱ太陽、が、こう、一回沈んで登って、太陽が一回沈んで登ってみたいな、ずっと繰り返しになっちゃうから、それだと不眠不休になって死んじゃうんで、ちょっと皆さん申し訳ないですけども、まあ、最後のプレイング、素晴らしいプレイング見て、終わりするみたいな、そんな感じするかな。はい。さあ、最後、どんなやつでもかかってこい。はい、勝ちました。ウィッチ VS ウィッチでこっち負けたら、シャドーバース引退するわな。しかも、タルトマンか。なるほど。何かしらのカード来た勝ちなんで、しかも先行取ってるので、あい、勝ちました。先行ギガント決まりの引いた、ギガント決まりの引いたもん勝ちみたいなのあるかな、これ。ルーニーでも追いつかないし、超越も追いつかないし、どう考えてもこっちの方が絶対優位性はあるかな。相手が、でもこれ2コスのカードが次のターン打てなくて、フォロワーを置かないと考えると、3コス、4コスまでが動きがなくなる可能性が高くて、2コスの中カード来い。おー優勝やなー。ニコスでフォロワーを置くっていうそのチンパンプレイしてくるとは思えないんだよな。特にミラーウィッチでもうそれまあそう来るよな、さすがにな。ニコスのゴーレムの召喚とかそんな出したら絶対悠長やから超越か。なるほどな。アンキールズ山でわからんくなってきたな。これもしマジックオールとか出されるともうこんな悲しいな。ハンギーやばい、これまずいぞ。ちょっと待って、これちょっと待って、これまずいな。なんか全然こっち回ってないんだけど、なんマジでしょうもないことしてくんな。でこ次のターンマジックオールとかが来ると若干やばいような気がするんだが、マジックだから、まあ、ギガキマ来た時にどう返すかというのは小賢しいことしてくんな。小賢しいことしてくんな。ウィンドブラストも当たんないじゃないかこれ。知恵のオッケーオッケーオッケー。今さら知恵の光引いていく。もう優勝やな。はい、まずいな。でもマジック、あ、地面の光失礼。さあ4コスはどうくるか。もちろんゴーレマサルト置いていきながら、ゴーレマサルトか6点、20点はやっぱ貯める必要があるけど、相手もちょっとなんか微妙な感じになってるな。お互いなんか微妙。あ、美しい、実に美しい。行くわよ。これさあ、まあ、運命打つのは確定でいいんやけど、西の海域でマジコロ戻すわここな。そういうプレイングをしていきます。うん、なり出たり引いていくから。で、0コス打って、なんか2コスのカード怖い、2コス。そうなっていくか。これ、キマエラ捨てるのありやな、キマエラ。うん、キマエラ捨て。いや、なしか。さすがになしやな。まあ、ターンシュルディは。別にコスト余ったからといって、別に関係ないし、キマエラ送りメリットもあまりないんで、まあ、キマエラはなんだろう、0コスで打てるスペルみたいなもん。まあ、スペルは発動しないんやけど、バン、優勝なことをしてきて、変技変技。多分相手の方がスペルは溜まってるな。で、同じことをしていく。本当にやってくるから小賢しいな。で、マジック実験開始か。まあ、フォロー置かないっていう、今度はもう、小賢
かしいことしてくんな。ウィンドブラストいらないね。マジックオールで一気にスペルブーストをしていけない。適当でいいか。はいはいはい。ベラ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 。精神統一。キマエラを2体置いてしまうのも面白そうやな。でも13点しか溜まってないのか。これ打ちます。はい。あ、ごめん、間違えた。あ、こっちでよかったわ。ああ、やばい、ごめん。ごめん、今のは頭悪かったわ。マジックオールゲーやん、これ。もうカードゲームじゃないやん、これ。マジックオール出して、いかになんかカードのスペル貯めるかみたいな、そんなゲームになっちゃってるやん。アンギー、アンギー、アンギー、アンギー。断面横に広げてくる剣に関しては別にキマエラ取れるから問題はないんですけど、ドローシートが来てくれんかな。ドローシートが来てくれたらハッピーなんだけどな。あ、これ失礼。なるほど。まあどっちにせよもうこれはほぼ勝ち。まあマジックオールやろ。精神統一、マジックオール、これ一気にいきます。あ、バンバン取っていきましょう。だからキマエラのダメージを早々返していかないといけないんで、こういう動きをしていくか。で、次のターン、キマエラ15点のダメージを与えていく。この盤面を全て取るとなると、まあ2体かな、最高。まあ最高3体が限度だと思うんで、そこを一気に畳みかけていく。畳にかけていこう。ユーチューやなー。お互いなんか微妙な感じやなー。こっち一回プレビしたからなー。うおー、18点もやばいな。18点ということは、ギガントキマエラがこっちが15点やから、まあお互い僅差って感じか。悪劇を打つ。で、超越はやめろよ。うん。あー、で、あと3枚が何かやな。あと3枚、超越やめろよ。超越以外やったら、え、これ来るんじゃない？超越、これ来るんだよな。もう、まあもちろんギガントキマエラを開発手段としてやっぱ使ってくるよな。ただ負けとまだ確定したわけじゃないんで、まあ苦し紛れの超越は今まで何度も見てきたから。は、進化権は残していたんだと。ちょっと待って、やばい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 。ただ次のターンこっちも超越が打てるが、盤面取ってもしょうがないな。まあ4点与えていく。おっと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 、何もできない。とりあえず無面の魔女さえ破壊してしまえば全くもって問題はないと踏んでいて、一発ギガントキマエラ打つか。ここな、盤面取れる気配がないんで一発打つか。ギガキマ1枚捨てるか。これで、うわー、私はこの程度で負けるわけにはいかないんだ。さあ7点与えていく。お互い13点か。なかなかしぶといなこいつ。相手も持ってんだけど、相手が何を手札に加えたかやな。もしキマエラとかだと地獄、うん、地獄を見ることになるわ。知恵の光、ただ無名の魔女やめろよ。あー、これ、キマエラ、いや、これ、無名の魔女出してたらやばかったんですよ。もう一枚無名、もう、小ざかしいことしてくんだ、変化るぞ。ただ、無駄超越みたいな感じで、超越一枚、ん？何もできないのか、もしかして。もう、いってそれ、あ、ゼロコス超越？ゼロコス超越ということは、もう一枚ギガキマとか置いてくるのか。なんか、もう、ほんと、しょうもないことやめろ。無名の魔女で結構加えたからな。何を加えたかちょっとわかんないけど。フレームデストロイヤーとか、そのなんかマジックホール、なかなかターン回ってこないなぁ。でもマジックホールに新概念使うってことは、無謀の魔女はもうないということか。しかも相打ちを取っていくっていうことは、しかも8コスしかないから、ギガンドキマイも置けないんだよな。は？悠長なことすんな。それはちょっと悠長銀行の汁じゃないか。ルーニーで導きの予言加える、マジックミサイルで盤面顔を狙っていく。とりあえずこっちはスペルをねたくさん打っていくことをねしてればいいんで、ここも導きの予言も打っちゃうわ。打っちゃって輝き開きな開きな未来が、はい。さあどうくる。これ実質体力は18点あるから、もうウィッチ VS ウィッチのミラーさんに関してはもうフォロワーが自分の体力と含んでいいと思うんで、あ、顔は11は足りないんじゃない？ 11 は足りないよね。うん。はぁ、ギガキマにはギガキマで返したいが。なんだこの泥試合は。マナリアの知識打つじゃないですか。お、いいカード引いてきます。虹の輝き。はい。
おレビ引いていくか。ただ3で6やから3、4、いやこれ厳しいな。2で3やから、とりあえず、超越は1枚打たないと負けそうなんでマナリアの防弾打ちつつ、超越のコストが4になっていくと、ってことは4、4になるってことは、1枚は出さないといけないってことだ。だから超越はマジこっちも1枚打つ。泥試合に戻らないな。だから13、10、だからこっちでもスペルをいっぱい打てば勝ちなんで、運命の道を引いていくから、だからルーニーを出して、新しい未来を私の肌で見ましょう。はい、これ打ちますもん、どうせ足りないんで、で、輝き限り光で未来を、はい、マジックオール打つやろ。で、超越を打って、キマイラで勝つみたいなね。多分これで勝ちやろ。こいつの効果が攻撃時なんで、顔を狙うことによって、ギガントキマイラが12点ものダメになって、3たす7は10なんでギガキまで勝つと。はい、お見事。はい、これがプロのプレイング。ね。相手の動きをしっかり読んで、返していく。まあ、ここまでの実力になるには、多分1年ぐらいの修行が必要になるんで、まあ、私の過去の動画とかをね、まあ、見ていただいて、まあ、皆さん上手くなってもらえればいいのかなと、思いました。